ワンコインで料理早食い対決。どうスンドゥブチゲ、これってやっぱめちゃくちゃ熱いから、まあ確かにやっぱ食べづらいかなっていうので、なるほど、皆さんに思い出してもらわないと、俺が後付けの差で食べて2人が2位争いしてる絵を、これがつけ麺図なんですよ。はい、どうつけ麺図そうか、食べちゃう。はい、いきます。ワンコインで料理早食い対決。今日はもうワンコインでそれぞれ食材を買ってきて、でそれを料理して、まあ、早食い対決をするんですけど、はい、その自分が作った料理を自分が食べれるとは限りません。なるほど。ルーレットで決めて、もしかしたら僕が阿部ちゃんの作った料理を食べるかもしれないし、だからその料理を本当に自分の食いやすいやつにしてもいいし、自分が食べやんっていう体で食べにくいものを作ってもいいです。オッケーです。むずいな、運だな、もうここは。そうですね、どっちによるかですよね。そうやな、買ってきてるんですけど。そう、もう買ってきてます。じゃあもう紹介するか。はい、はい、また家から紹介します。僕が買ってきたもの、はい、米、キムチ、卵、ウインナー、玉ねぎ。あー、見覚えある食材だぞ。リーダーセットだ。リーダーセット、そうやな。もうこの食材見てもらったら分かるんですけど、僕はチャーハンを作ります。おー、米2つ分か。2つ分やから、米自体は 400g か、まあ、そこまで多くはないし、多くはない、別に食べにくい食べ物でもないってことか。そうそう、結構狙い目ですね。そう、狙い目ポイント。俺は食べたい。なるほど、うん、よっしゃ、私、まず、デザートホイップ、この辺の細かいものを、うわぁ細かい細かい、こんなんいっぱい買えたわ。あとシュークリーム、これで締めて500円ですね。おセコイアチョコレート、あ、もう一本あった。うわぁ、もう一本。これで何作るの？甘々スイーツたっぷりお菓子のお城パフェ。あ、パフェね。はい、食べやすいっちゃ食べやすいけど、いいんじゃない、やっぱ甘いものだから。俺はこれ食べれるし、もし2人に当たったらちょっと大変、あ、食べにくい。なるほどな、うん、なるほど。作戦的には最強です。じゃあ次、私はもう結構食べにくいものにしました。こちらです、ドーン、スンドゥブチゲにしました。おーほほほほほほ、おー、これってやっぱめちゃくちゃ熱いから、まあ確かにやっぱ食べづらいかなっていうので。なるほど。で、豆腐はもう1丁、あとまあ卵とこの肉ワンタンもね、入れて。あー、体にいいけど一番食べづらいよ。しかもこれ辛口なのよ、もう激アツで、さらに辛さがあるってことで食べづらい。なるほど、はい、じゃあ誰が何を食べるかルーレットしますか。はい、これルーレット引く順番も大事。最初はグージャゲファイ、じゃあ俺この1番に行こう。1番、最初はグージャゲファイ、最後、おお、残り物には福がある。オッケー、じゃあどうぞ。じゃあ行きますせ、うん、よーい、スタート。俺の来てくれ、来い来い、うわっ、よし、あ、阿部氏、あ、俺の、うー、阿部ちゃんです。あー、まあ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 、なるほど。じゃあここはもうどっちでもいいな、俺は阿部氏なくなったから行きます。じゃあなんか自分のってことは、はい、あ、うわー、ってことは俺が翔ちゃんのってことか。愛情込めて作りますね。お願いします。俺もじゃあ翔ちゃんに愛情込めて作る。綺麗に分かりましたね、今回。そうだね、前の、はい、うん、じゃあこれで作りますか。はい、レッツクッキング。はい、ということで料理完成しました。こちらが私が作ってリーダーが食べるスンドゥブチゲでございます。はい、でこれはリーダーが作って翔ちゃんが食べるキムチチャーハンかな。キムチャーハン、はい、でこれ翔ちゃんが作って俺が食べるキャッスルパフェ、キャッスルパフェでございます。はい、じゃあこちら誰が一番最初に完食するのか。じゃあ準備完了。あ、じゃあこれほんまに愛情を込めて作ったから、味だけは。俺も愛情と子供心で作ったので。おお、俺はもうねギリギリまで煮込んでるから。うわ、熱々やってくれたな。豆腐も切ってないから。うわ、やばいと思う。いやでも切ってない方が中身ちょっと冷たかったりするかもしれない。いやもうそんなことありえない。ちょっと最近早食いで負け続きなので、ちょっと今回はマジでガチでいきたいと思います。あー、そっか。最近皆さん忘れてますよね、早食いは俺が一番早いんですよ。確かに最近早食いでしょっちゅう負けてるよ。そう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 、まあハンデ全部あるからね。はい、うん、ハンデはなし。そうだね、なしやな。よっしゃ、まあまあまあハンデなしで今回は。はい、負けたらもうこの買った食材お支払いで。わかりました、 OK。 OK、 よし、じゃあ位置について、よーい、最後、いただきます。まあ、待って、始まった。あ、重たっ。ヤングドーナツ食いずれ。パサパサ。いいだろう、じゃあチャーハン。あ、うまいじゃん、めちゃくちゃうまい。これ、最高にうまい。熱い？熱い。これはもう甘いわ。
甘いしかない感想は。これしかも卵まるまるな入れてんねや。熱っ。あ、胸が胸が熱い。通ってる。これはもう冷めちゃえば駆け込み寺なんで全部食べづらいわこれ。パッサパサ。圧倒的な差で。ヤングドーナツえぐい。水分持ち行かれる。みんなこれ多いな。多いよ。多い。米 400g 入ってるから。阿部ちゃんちょっと豆腐丸ごと入れたんちょっと作成ミスやと思う。冷たい。ちょっと中身冷めてる。マジか。ギリギリまで温めたのに。最近ミッキーの卵かけご飯のあの頑張りを見てちょっと感化されて。やっぱ早食いっていうのはああいうもんだなと。確かに。うん、辛い辛い熱い。甘い口の中ずっと甘いわ。早食いに関しては好感度より結果です。結果が全て。やべ早食いしようちゃん。結果が全て。負けたら意味がないんです。お腹いっぱい。やっぱりお腹いっぱい。大丈夫いける。うん、でも俺もあともうちょっと。皆さんに思い出してもらわないと。俺が圧倒的な差で食べて二人が2位争いしてる絵を、これが作れないやつなんですよ本来な。うん。あー熱い。え、やばっ。嘘。射程圏内ですよね。早くない。ゴール前で待ってる。もう俺がつけ麺の翔太です。はいや、嘘。やばい、あの頃の翔太がやばかった。じゃあすいません、終わらします。うわあの量を持ってしてても翔ちゃんにかなわないか。よっしゃー。わーやられた。さあ2位争いをするんだ。あー熱い。ビリにならなきゃいいから。いやでももう俺も嘘でしょ。ごめんマジか。いやそれ甘いなあれ。阿部氏めちゃくちゃ甘そう。ああ行かしてもらいます。まず僕が完食。うわーこれつけ麺図だわ。量的には勝てると思ったんだけどな。ヤングドーナツとかでバサバサするやつ入ってたから、うん、結局こうなんねんな。ハンデなしやと。てかもう量的にはハンデはあったんやけどな、うん、もうなんかルーレットで決まったらもうこの甘いのを多分阿部ちゃんが引いた時点で負けてたから。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。あ負けるなんてもう言葉は必要ないんです俺には。圧倒的な速さ、強さが全て。やばい、あの頃の翔ちゃん。